はい、今回はこの新しく買ったベッド X に、シートバッグ、サイドバッグつけてツーリング仕様にしていきたいと思います。カービングシェル届きました。これ前回カタラにもつけてたんでね、大丈夫だと思います。このシートを外してカーボン、カーボン色を入れました。取り付け方は前回刀でもカービングシェルのサイドバックつけてたので、説明書を見ずにやってます。まずリアシートにこの灰色の帯をぐるっとグレーの帯ですね、固定していってます。はい、こんな感じで装着します。新しい相棒の ZX25R なんですが、ちょっとね、まあシートの後ろがね狭い、リアシートの、ちょっと長さがね結構短いんで、ちゃんとつくかね心配です。まあとりあえずつけていってます。はい、シートバッグ、サイドバッグの取り付け方なんですが、これはね説明書などを見てね、自己責任でバッチリ脱落しないように取り付けてください。またねそっちの方の動画もね、以前刀に取り付けた時に出してるんで、そちらの方がね丁寧に解説しています。今回は果たしてこの ZX25R でキャンプツーリングとかねロングツーリング行けるような仕様にできるのかっていうのを検証してるんで、早送りでこの取り付けるところは、早送りにしています。すごいね、ここもちゃんと干渉してないですね。うん、がっちりがっちり、がっちり。サイドバッグがウインカーに干渉するのじゃないかなって、それだけはね結構心配だったんですが、ほんのね少しですけど隙間が空いてました。これならね大丈夫そうです。ではね今回は、昔から使ってるテグナーのシートバッグを取り付けていきたいと思っています。タナックスのこのサイドバッグなんですが、いいところはねこのシートバッグを取り付けるときにこの設置のね面積がね増えるっていうことですね。これでかなりねシートバッグがっちり安定して取り付けることができます。まあね初めてなんでこんなもんかな。一応干渉してないです。すごいね。でこう垂れたやつは適当にくくって、へい、なんとかねツーリング仕様になりましたね。すごい。これで、はい、これでツーリングいけそうです。はい、まだ慣らし運転も終わっていない僕の相棒 ZX25R ですが、これでねたくさん荷物が積めるようになりました。どこに行くんでしょうか。それではこれからもさこもちチャンネルよろしくね。